暮らし。こんにちは、暮らしジャパンから最近の働きについてお知らせいたします。先週、宮城県利府町のオアシスチャペル利府キリスト教会で子どもたちのためのゴスペルレッスンが開催されました。32人の子どもたちが参加してくれました。子どもたちはゴスペルレッスンを受けた後、利府町のお祭りの中で発表をさせてもらいました。参加してくれた半分以上の子どもたちはクリスチャンではなかったので、とても良い伝統の時となりました。僕たちも初め頼まれた時びっくりして、普段教会の前を通ってると素敵な音楽が聞こえますねってこう言われて、で何かぜひ歌ってくださいと頼まれたんですね。すごい。利府町の町長さん、鈴木勝夫さんも発表会の様子を見てくださいました。皆さんが心が沈んでいる時にですね、こういうふうにしてそこに向けて子どもさんの方は元気に、私たちに元気、勇気と与えていただきました。やっぱり子どもが元気ということは、それだけ皆さん方の心が明るくなるわけであります。そういった意味で利府町はですね、こういうふうに皆さん方が、子どもさん方が元気はつらつ、大変私は嬉しく思っています。そういった意味で利府町はいち早く復興ができたものと、そういうふうに思っています。本当にありがとうございました。どうもありがとうございます。お祭りの後、オアシスチャペルとクラッシュジャパンを通して、さまざまな救援物資を被災者の方々のために提供しました。宮城県の復興のためにご協力してくださったオアシスチャペル利府キリスト教会の皆様に感謝します。ありがとうございました。先週、クラッシュジャパンの働きが日経新聞の記事として取り上げられました。海外からたくさんのボランティア、また多くの大学生が円高にもかかわらず奉仕のために日本に来てくださっていることが記事になりました。クラッシュジャパンはこの記事を通して、日本と海外からこれからももっとたくさんのボランティアが来てくださることを願います。日経新聞の記事はこちらのリンクでご覧いただけます。英語でもお読みいただけます。震災後、宮城県にボランティアに行かれたリエ・ウィルソンさんが一つのピンクのテディベアを見つけました。周りのほとんどが地震と津波により破壊された中で、たった一つのテディベアを見つけたことに、リエさんはとても希望を抱きました。この出来事を通して、リエさんのご主人、またクラッシュジャパンの代表であるジョナサン・ウィルソンは、被災された子どもたちのためにテディベアを主人公として本を作ろうと思いました。そして、熊のリッキーと虹色の卵という本が出来上がりました。What we're really hoping is that the children who read this book, they'll be able to, at first, talk aboutwith their parents or with their caregivers, the experience that has happened to them, that they acknowledge that yes, there was a disaster, there was an earthquake, there was a tsunami, it did change our lives completely, and yet life is going on, and there is hope for the future.熊のリッキーと虹色の卵は今後、被災地また避難所に住んでいる子どもたちに配る予定です。クラッシュジャパンは熊のリッキーのお話を通して、震災で傷ついた子どもたちのために愛と癒しと希望を届けたいと願います。韓国から来たカメラマンのキム・セジュンさんに、実際に被災地に行かれた感想をお聞きすることができました。本当に自分はできることが何もないんですけど、本当に私を通して、私の映像を通して、誰かがその本当に、日本のために来てくれたら、それが本当に嬉しいなと思って映像を作り始めました。彼のドキュメンタリーはこちらのリンクでご覧いただけます。キム・セジュンさんのドキュメンタリーを見ると、東北のところどころでリバイバルが起きているのが分かります。クラッシュジャパンは東日本大震災の復興を通して、地域と教会がつながり、東北全土に神様の愛が伝わることを願います。皆様のお祈り、ご支援とご協力を心から感謝いたします。クラッシュジャパン東久留米本部からお伝えしました。